僕は大河ドラマどうする家康でちょこっとばかり登場したいな忠次なのだ。実は歴代の大河ドラマで初登場なんだけど、関東地方では神様、仏様、稲様と尊敬されているのだ。稲といえば埼玉県の稲町、茨城県の稲高校など、これらの地名ではこの稲忠次と深い関わりがある。今回はその稲忠次がどのような人物であったのかを解説していこう。僕は天文19年1550年三河の小島城、現在の愛知県西尾市小島町で生まれたのだ。稲家は将来徳川と名乗りそうな松平家康に仕えているのだ。永禄6年1563年その三河で一向一揆が発生。仏様の教えは大事なのだ。お寺を攻撃する家康なんかも知らないのだ。そう言って稲忠次は徳川家康の党出奔。その後天正3年1575年のこと。そうは言っても仕事がないと食べていけないのだ。あそこで戦をしているぞ。うわ、ものすごい数の鉄砲なのだ。後に長篠の戦いと呼ばれるこの合戦、織田徳川連合軍が武田勝頼を大量の鉄砲で打ち破り歴史を変えた。ちょっと戦って僕をアピールするのだ。誰かと思えば稲忠次ではないか。そうなのだ、殿には僕が必要なのだ。それでは息子の信康の配下となってくれ。任せろなのだ。こうして徳川家に帰参した稲忠次は家康の嫡男信康の配下となります。しかし最近信康様と家康様の仲が悪いのだ。家康様が続ける武田との戦いに国中が疲れているから、信康様は武田と和議を結ぶべきと意見が合わないのだ。信康、お前密かに武田と通じておるな。なんてことなのだ。信康様が切腹を命じられてしまったのだ。もう徳川家に僕の居場所はないのだ。こうして稲忠次は再び徳川家を出奔。毛武士はゴリゴリなのだ。堺に行って商売でもするのだ。時は流れて天正10年1582年、堺に驚くべき噂が流れてきた。なんだって？京都の本能寺で織田信長様が撃たれたのだ。おや、あそこでこそこそしているのは徳川家康様なのだ。これは稲忠次ではないか。家康様、明智光秀が家康様を指名手配しているのだ。ここで再会できたのも何かの縁なのだ。家康様の帰国をお手伝いするのだ。こうして徳川家康は無事に本国の三河に帰国。稲忠次は再び徳川家に仕えることになる。天正18年1590年豊臣秀吉は小田原の北条氏を攻めることを決断。稲忠次よ、今回の兵站の確保見事であった。兵站というのは軍を動かすための補給路の確保と整備のこと。軍が大きくなるほど、そして戦場が遠くなるほど、この兵站の確保次第でほぼ勝敗が決まってしまうほど重要なのは、このチャンネルの他の動画でもたびたび指摘している通りである。稲忠次よ、1万石をやるから豊臣家に来ないか。お断りなのだ。家康様と僕は運命の絆で結ばれてるのだ。家康には三河を離れてど田舎の関東に移ってもらう。それでもお主は家康についていくのか。関東は田舎だけどめっちゃ広いのだ。そこに新しい国を作る方が僕の性に合っているのだ。秀吉様に関東に移れと命じられてしまった。まずは難攻不落の小田原城に入るか。家康様、小田原は戦いには有利な土地だけど、これからの太平の世には江戸の方が良いのだ。江戸は交通の便が良く、川の流れを整備すれば秀吉様の大阪よりも大きな町が作れるのだ。なるほど、では関東の川の整備はそっちに任せる。ありがたき幸せ。まずは荒川から手をつけたいので、荒川沿いの小室に屋敷が欲しいのだ。よかる。稲忠次が屋敷を構えた小室周辺が現在の埼玉県稲町である。もちろん稲町とは稲忠次から命名された地名である。慶長15年1610年61歳で稲忠次はこの世を去った。稲忠次の事業は
息子の稲田春が引き継ぐことになる。僕は稲田春なのだ。文禄元年1592年、生まれなのだ。親父が果たせなかった関東平野の改造をやり遂げるのだ。まず江戸を洪水から守るには利根川に集まりすぎる水を何とかするのだ。当時荒川は利根川に合流しており、その利根川も現在の江戸川のルートを通り江戸の町を流れていたので、大雨が降るとすぐに江戸の町に水が流れ込んでしまっていた。荒川を入間川につないでやったのだ。これで江戸川の水量が減り、洪水が起きにくくなったのだ。でもまだまだ江戸に流れてくる利根川の水が多いのだ。大工事になるけど、利根川を江戸よりもっと東に移動させるのだ。利根川を霞ヶ浦の方に流れるように変えてやったのだ。これで江戸の水害はもっと減るのだ。しかも東北から江戸への船がこのルートを使うと、房総半島を一周しなくて済むようになるのだ。当時の川は物資を船で大量輸送する、いわば道路のような役割を果たしていた。江戸時代に河川の流路変更が盛んに行われたのは、洪水対策だけでなく、いわば現在の道路工事の意味合いが強かった。東へ移された利根川は当初はまだ水の量が少なく、大型船が通れない状態であった。新しい利根川にもっと水が欲しいのだ。そうだ、近くの川の水をできるだけ早く利根川に流せばいいのだ。鬼怒川の合流地点はここからここ、五海川の合流地点はここからここ。これで大型船がより上流まで上がってこられるようになったのだ。こうして新たな利根川は徐々に大型化され、現在では流域面積日本一の川として茨城県と千葉県の県境を雄大に流れる大河となったのである。鬼怒川から切り離した小海川に福岡堰と岡堰を作って水田を作るのだ。こうしてできた水田地帯が茨城県の旧稲町である。この地名はもちろん稲田春が由来で、現在は合併してつくばみらい市となっているが、稲高校などの学校名にその名を残している。また福岡堰には稲親子を祀った稲神社が建立されていて、今でもこの地域を静かに見守っている。スタディープレイス。